さあ太田さん、デラダバの社内トーク、はい、今日は2人だけでございます。おこの方がゲスト、清水美智子さん。イエーイ、こんにちは、清水美智子です。豪華豪華豪華、お邪魔します。嬉しいですね。満を持して野上照代さんじゃないですか。野上じゃありませんよだから誰もわからないからやめてよ石井さんも止めてくださいよ。野上照代さんはこれは黒沢明っていうね、名称の、はい、ずーっと記録さん、タイムキーパー自分で言うね、ずーっとか、うん、ついてた人で、ね、その方はなかなかね、あの威張って喋られるから、うん、気持ちが良くて真似してたんですけども、テレビでやるネタじゃないね、やっぱりメディアは選ばないといかない。そうそう、みんな知らないから。知らない。太田さんは知ってるんですか。僕はだから、まあ清水さんもそうなんですけど、うん、たまたまドキュメンタリーがあったんですよね。そう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 、そういうことか。野上さんが喋ってるの初めて見たんですよ、その時。 それで2人ともだからバッピッと来たわけです。そしたらそう、むしろパクるから、ね、いただきました、ね、そうそうそう、ね、いただきで、すごい、そこの書く感度というか、三船のセリフがね、聞こえないんだよ全部呼び捨てにするんです。そうなんですよ、三船だから。記録さんね、映画界はね、やっぱ ねちょっと別格ですから。昔だから記録さんいう仕事があったんですよ。右から手出したとか、左から手出したとか、そうそう、じゃなくて編集が合わなくなるのが、その人ですわ、はいはい、あ、いただきます。そんなところじゃないんですよ、もっと大切なね、広告があるんですそうです、そうです、こちらこちら、うん、花江梨花さんからいただきました。はい、ありがとうございます。今日はね、あの清水さんということで、太田さんと清水さんが初めて会ったのは何ですか。初めて会ったのはどこですかってことですね。なんだ、私男子さんの会は覚えてるよ。そうだね、ね、そうだと思います。男子さんの会に呼ばれて、はい、まだ若手だった頃の2人とも新人だったんです。男子さんご健在で。そう、もちろんじゃないですか、はい、健在じゃなきゃ会やらないでしょ。だってね、ちょいちょい下手なんですよね清水さん、ゴースマとか見ていただいてて分かると思うんですけど、はい、大体下手ですよだから番組が終わるんですねそうそう、不思議発見は1年で、はい、で、男子さんの男子ショーの、あれ渋谷でしたかね、渋谷だったどこだったっけね、紀伊国屋だったかな、なんか男子ショーが選んだこれから、あ、すごい芸人っていう中にそう、お二人とも入って、我々入れてもらって、そうそうそう、清水さんはもう、その時はもうかなりの、なんていうんですか、ジャンジャンとかでもう客をね、呼んでる時でしたよね。そうかもね、うん、で、そうか、それで私はあの時の言葉を忘れなくて、うん、男子さんがどういうわけか私に、お前なっつって、自分が好きな芸人になれって言われて、なんかそいつグッ、グッときて、なるほど、で今でもそうなんだけど、自分はちょっと嫌いだって人って多いんだよね、はい、そんな中でちゃんと自分を好きになろうと今でも努力をしています。めっちゃいいよ、自分好きですもんね。大好きなんですよ、ちょっとイメージが悪くなるから自分中心、独特の芸をする、それを見抜いた上で、それを好きに、 それでええんだぞって言ってるに等しい。そういうことだと思います。そうかもしれないね、うん、すごい言葉です。何回かね、その後もありましたもんね、うん、そうだね、あ、うん、自分好き、僕大好きです。どこがどこがそう思うでしょ。だからね、自分だ、前も言ったじゃないですか、はい、自分が嫌いにならないように一生懸命してると人から嫌われるんですよ。あ、難しいね、バランスが難しい、うん、そう。